皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルの滝見です。今回はなぜ報道しない日本人だけがなぜか食べ続ける猛毒添加物5選と題して科学的根拠にしっかりと基づいて絶対に口にしてほしくない危険な合成添加物について世界一わかりやすく解説していきたいと思います。ご自身の手でご自身の健康を守る以外に道はありません。自分の健康は自分の手で守るんだという崇高な決意を固めた全ての皆さんに役立つ情報がたっぷりと詰まっているので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願い申し上げます。それでは早速本日のお品書きは次の通りです。一元でなぜ報道しない日本人だけがなぜか食べ続ける猛毒添加物5選について、2元で一口食べるだけで体がぶっ壊れる添加物汚染食品トップ2について解説していきたいと思います。それでは早速1元の日本人だけがなぜか食べ続ける猛毒添加物5選から解説をスタートしてまいります。さて、この動画の最初となる1元では、今後皆さんが絶対口にしてはいけない危険な合成添加物を合計5つほど分かりやすくご紹介していきたいと思います。それでは早速1つ目に紹介したい猛毒添加物は、癌が形成され、アレルギーや不妊症になる合成ビタミンであります。さて、健康に気を使っている皆さんであれば、食料品を買うときは必ずパッケージの裏の食品表示を確認していることでしょう。その食品表示にしばしば酸化防止剤としてビタミン C が使われているのを見たことがある人は多いかと思います。多くの方はこれを見て、おかしな化学物質ではない、まあビタミン C ならば問題ないだろうということで安心してしまっているのではないでしょうか。ですが、このように食品添加物として使われているビタミンには健康上のリスクが潜んでいる可能性が指摘されております。添加物研究者として知られる小籔幸次郎先生のベストセラー本コンビニ&スーパーの食品添加物は死も招くという本によると、酸化防止剤として添加されるビタミン C もまた他の合成化学物質と同じ人工物に他ならず、その他の添加物と共通の毒性があるとのことです。まずはじめに断っておかなければいけませんが、レモンなどに含まれる天然のビタミン C は高い抗酸化作用を持ち、私たちの健康や若返りに非常に良い効果をもたらしてくれます。問題となるのは、このような天然のビタミン C ではなくて、酸化防止剤として使われている合成化学物質のビタミン C になります。食品添加物として使われるビタミン C には、ただのアスコルビン酸やアスコルビン酸ナトリウムなど、アスコルビン酸〇〇という名前のものが多いんですが、これらのうち、天然に存在するのは純粋なアスコルビン酸だけです。また、天然のビタミン C は水溶性のビタミンであり、摂りすぎても不要な分は尿から排泄されると考えられておりますが、添加物として使われるアスコルビン酸、ステアリン酸エステルなどは油に溶けるように人工的に加工されていて、使用性となっています。そのため、食用の油などの油性の食品に使われることが多いと言われています。使用性のビタミンは尿として体の外に排泄することができないため、摂りすぎると体内に溜まっていき、最悪の場合は中毒症状を引き起こしてしまうということが知られています。そのため、使用性のビタミンは摂りすぎないように常に容量に注意しなければいけないものなんです。何よりも恐ろしいのは、法律上アスコルビン酸ナトリウムだろうが、アスコルビン酸ステアリン酸エステルだろうが、お構いなくね、すべてビタミン C とか VC と表示すれば良いことになっているという点でしょう。つまり、このような健康上のリスクとなるような合成化合物がビタミン C というね、まるで体に良さそうな仮面をかぶって食品に添加されているんです。これはちょっとやばすぎる事実だと思います。私もね、学生の頃なんかは酸化防止剤ビタミン C と書かれているのを見ても、ビタミン C ならば別に大丈夫でしょと思っていました。同じように思っている人が多いのではないでしょうか。では、このようなビタミン C と名の付く合成化合物は私たちの体に一体どんな影響を与えるのでしょうか。一つには遺伝子組み換えの問題があります。これら合成化合物であるアスコルビン酸○○の多くは遺伝子組み換えじゃがいもや遺伝子組み換えトウモロコシを原料としていると言われていて、遺伝子組み換え食物による人体への影響が懸念されているんです。遺伝子組み換えトウモロコシをラットに与えたフランスの実験では腫瘍の形成が促されることが分かっています。また、癌の他にも遺伝子組み換え作物を摂取することでアレルギーや不妊症といった様々な問題が生じる可能性があると報告されていて、遺伝子組み換えトウモロコシを原料とした食品添加物アスコルビン酸○○にもまた同様の危険性があることが考えられます。さらに、このような酸化防止剤としてのビタミン C は食品中の別の添加物と結びつくことによって強烈な毒性を示す可能性も指摘されているんです。その別の添加物とは安息抗酸ナトリウムというものです。安息抗酸ナトリウムは飲み物などに防腐剤として添加されていることが多いことから、名前くらい聞いたことある方も多いでしょう。実はある一定の条件下でビタミン C と安息抗酸ナトリウムが化学反応を起こすことでベンゼンという危険物質に変化するということが分かっています。ベンゼンは長期的に摂取し続けることで中枢神経系や血液に障害を起こすことが確認されていて、特に誤嚥して気道に侵入することで生命に危険を及ぼす恐れがあるとも報告されています。このベンゼンは国際がん研究機関によって発がん性グループ2に分類されていて、白血病やリンパ腫といった血液系のがんを引き起こすということも分かっています。発がん性グループ2には他にガソリンとか鉛など私たちの人体にとって非常に有害なものが多数分類されているので、このことからもベンゼンがいかに危険な物質であるかがお分かりいただけると思います。また、酸化防止剤として使われるビタミン C 以外にも食品添加物として使われる危険なビタミンはたくさん存在します。アスコルビン酸○○と同様、ビタミンという名で使われる合成化合物の一つとして、ベータカロテンを上げることができるでしょう。ベータカロテンは人参などに含まれるビタミン A の一種で、目の健康を維持してくれることで知られています。年を取れば取るほど私たちは老眼や白内障に悩まされるようになるので、普段の食事から天然のベータカロテンをたっぷり取ることは人生の質を維持するために非常に大切なことになっています。ですが、それはあくまでも人参などの野菜から取る天然のベータカロテンに限った話であります。食品添加物としてのベータカロテンはしばしば着色料として使われることが多いんですが、そのような添加物のベータカロテンのほとんどが化学合成によって人工的に作られた合成添加物であると言われています。特に注意したいのが揚げ物に使われる合成ベータカロテンになります。合成ベータカロテンは大々色をしておりますから、天ぷらの衣などに使われることが多い着色料であります。油というのは一般的に古くなって酸化してしまうと過酸化脂質となって褐色っぽい色に変化します。ですが、スーパーのお惣菜などで売られている天ぷらというのは時間が経っても美味しそうな美しい黄色のままですよね。先ほどのコンビニ&スーパーの食品添加物は死も招くという本によると、このように古くなっても美しい色を維持する揚げ物こそ非常に危険であると述べられております。なぜならそれは合成ベータカロテンによって変色が抑えられたお化粧をされた過酸化脂質である可能性が高いからであります。私たちは食品が腐っていないかどうかを見た目とか匂いで判断しますよね。ですが、その見た目が合成着色料によって化粧のようにごまかされてしまったら、本当に新鮮かどうかの判別ができなくなってしまいます。古くなった天ぷらの衣のような過酸化脂質というのは非常に危険で、急性期には下痢や腹痛を引き起こし、慢性的には私たちの血液をドロドロにして、動脈硬化や肝障害、さらには癌を引き起こす可能性も指摘されております。時間が経った惣菜の揚げ物などを食べた後、胃がもたれてしまったとか、ちょっと吐き気が出てきたという人、結構いると思いますが、それはこの酸化してしまった過酸化脂質が原因であると考えられます。このように合成ベータカロテンは過酸化脂質を隠してしまうという非常に悪質な合成ビタミンですから、決して食品表示に書かれていたとしても健康的で良いなどと勘違いしないようにしてください。そして入っている食品は買わないようによろしくお願いいたします。それでは次2つ目。日本人だけがなぜか食べ続ける猛毒添加物、トランス脂肪酸よりもやばい発がん性のあるパーム油について解説していきたいと思います。さて皆さんは絶対に食べちゃいけない危険な油は何ですかと聞かれたらどんなものを思い浮かべますか？多くの方がマーガリンやショートニングなどに入っているトランス脂肪酸ですと答えると思います。トランス脂肪酸は食べるプラスチックという異名を持つ通りで、確かに私たちの健康に非常に大きな悪影響をもたらす危険な油脂の一つになります。トランス脂肪酸は高確率で血液をドロドロにし、心血管系の病気を引き起こすことから、すでにアメリカでは食品への使用が禁止されているほどなんです。ですがこのようなトランス脂肪酸と並んで絶対に食べることがおすすめできない油脂が存在します。それはパーム油であります。アメリカでトランス脂肪酸の規制が始まったのは2015年で、それ以降アメリカから加工食品を輸入している国も含め、世界中のマーガリンの市場が大きく縮小しました。トランス脂肪酸は自然状態であれば液体で存在する油脂を人工的に固形化したもので、工業的に非常に便利でメーカーとしては使い勝手が良いことで有名です。このようなトランス脂肪酸の規制によって食品メーカーや外食産業はトランス脂肪酸に代わる別の油脂を探し始めました。そこで注目されたのがトランス脂肪酸と同様に常温で固体のパーム油であります。実際、昨今流行りのトランス脂肪酸ゼロを謳ったマーガリンなどには、このパーム油が原料となっているものが多いと言われています。また、加工食品ジャーナリスト、中戸川貢先生のベストセラー、ワースト添加物、これだけは避けたい人気商品の見分け方という最新刊によると、ある超有名ハンバーガーチェーンは、トランス脂肪酸の規制以降、フライドポテトの揚げ油に牛脂とパーム油をブレンドした油を使用するようになったと言います。さらにこの本には、今私たちが注目すべき油脂はトランス脂肪酸ではなく、むしろその代替品であるパーム油の方であると警鐘が鳴らされています。パーム油は世界で最も生産されている植物油で、飽和脂肪酸を多く含むということが知られています。パーム油の摂取によってトランス脂肪酸と同じく心血管疾患のリスクが高まることが知られていて、動物実験では糖尿病や大腸がんの発症率が上昇するということも報告されております。そしてパーム油で最も問題となるのは、パーム油自体に含まれている飽和脂肪酸よりも、むしろパーム油の流通のために添加される酸化防止剤の方です。パーム油は主にマレーシアなどの東南アジアで生産されますが、長期間の船による輸送による油の酸化を防ぐため、ブチルヒドロキシアニソールというね、いかつい名前の酸化防止剤が使われています。そしてこのブチルヒドロキシアニソールに発がん性があるということが確認されているわけなんです。経済産業省の委託によって化学物質評価研究機構が行った調査によると、ブチルヒドロキシアニソールはげっ歯類への投与によって消化管に扁平上皮がんを引き起こすということが分かっています。さらに同じ調査では、ブチルヒドロキシアニソールには他の発がん物質によって引き起こされた消化管や膀胱がんを促進してしまう作用があることも確認されております。また、国際がん研究機関は、ブチルヒドロキシアニソールをグループ 2B に分類していて、私たち人に対しても発がん性がある可能性があると指摘しております。酸化したパーム油は確かに非常に体には悪いものの、ブチルヒドロキシアニソールによって酸化が抑制されたパーム油もまたこのように非常に健康に良くないということがお分かりいただけるでしょう。つまり酸化していようがいまいが、いずれにせよ、パーム油は食べてはいけないということであります。しかし現実的には、私たちは加工食品を食べている限り、パーム油を避けるのは難しいです。なぜなら恐ろしいことに、パーム油を使っていても、食品表示では、パーム油ではなく、植物油やショートニングと書けば良いことになっているからです。またもう一点注意しなければいけないのは RSPO 認証マークのついたパーム油であります。RSPO 認証マークというのは環境や地域社会に配慮したパーム油を使用しているという証であり、ポテトチップスやカップヌードルを含め最近この認証をつけている加工食品が増えていますから、皆さんも見たことあるかと思います。しかし、あくまでこの RSPO 認証マークというのは、原料となる油ヤシの採取によって森林が不必要に破壊されてしまうのを防ぐための認証であって、私たちの健康を担保するための認証ではないわけです。RSPO 認証マークがついたポテトチップスやカップヌードルは確かに地球環境には優しいかもしれませんが、私たちの体にとっては決して優しくないということに私たちは注意しなければいけません。地球環境の保全と私たち自身の健康は決してトレードオフの関係ではなく、どっちが手に入ればどっちかを失うといった関係ではないんです。パーム油による油ヤシの伐採を抑制しつつも、私たちの健康を守るためにはパーム油の消費をやめれば良いだけ。なんと簡単でシンプルな答えでしょうか。ぜひともRSPO 認証マークなどに惑わされることなく、そもそもの植物油やショートニングが使われているような加工食品は口にしないという姿勢を意識していただきたいと思います。こういった体に悪いものを避けるだけで、あなたはみるみる今より健康になっていけることをお約束いたします。それでは次3つ目にご紹介したい、日本人だけがなぜか食べ続ける猛毒添加物は、高確率で体重が増えて激太りする加工でんぷんであります。さて、加工食品のパッケージの裏を見てみると、食品表示にでんぷんと書かれていることがあります。ですが、より細かく見てみると、ただのでんぷんと、そして加工でんぷんの2種類があるということに気づくでしょう。このうち前者のただのでんぷんは、お芋などから取り出した天然のでんぷんです。このような天然のでんぷんは糖質の塊であり、血糖値を上げてしまうなどのデメリットはあるものの、一応は天然の物質で私たちの体にそこまで強烈なダメージを及ぼすものではないと考えられているんです。一方で問題となるのが加工でんぷんの方です。加工でんぷんは純粋なでんぷんに様々な化学薬品を加えて作った合成添加物に他ならず、私たちの健康に様々な悪影響を与える可能性が指摘されています。日本で食品添加物として使われる加工でんぷんには11種類あって、そのすべてが合成化学物質であります。これらの加工でんぷんは食感の改善や食品の艶出しなどに用いられていて、ハムやソーセージなどの加工肉からパンやスナック菓子に至るまで、あらゆる加工食品に用いられております。中でも注意が必要なのは、ヒドロキシプロピルでんぷんとヒドロキシプロピル化リン酸過強でんぷんの2つであります。実はこれら2つの加工でんぷんは発がん性の危険性が指摘されていまして、EU 諸国では乳幼児向けの食品への使用が禁止されているほどなんです。先ほどのビタミン C と同様に、恐ろしいのはこのような11種類の加工でんぷんはすべて一括で加工でんぷんとだけ表示すれば良いことになっているんです。そのため日本では一体どの食品にヒドロキシプロピルでんぷんのような発がん性のある加工でんぷんが使われているのかを見分けることがなんとできません。一般にこれら発がん性のある2つの加工でんぷんは低温への耐性が高く冷凍が可能なため、食品の劣化を防ぐために冷凍食品に使われることが多いと言われています。そのため冷凍食品のパッケージの裏の食品表示に加工でんぷんという文字があったら、高確率でこれら2つの発がん性物質が添加されている可能性があるため注意が必要であります。また、たとえこれら2つの加工でんぷんを避けたからといって安心できるわけでもありません。欧州食品科学委員会の調査に基づき、 EU ではその他9種類の加工でんぷんについても乳幼児向けの食品への使用量の制限が設けられていて、本来であれば全ての加工でんぷんの食品への添加が望ましくないということが、このような EU の対応から読み取ることができます。また、先ほど軽く触れたように、そもそも天然のでんぷんであったとしても糖質の問題などからなるべくであれば摂取を避けるべきであると言えるんです。純粋なでんぷんは古くから練り菓子とか調味料のとろみ漬けに使われていましたが、一般に加工食品の添加物のうち糖類を除く糖質のほとんどがこのでんぷん由来であるとも言われています。でんぷんは砂糖のような単糖類とは違う多糖類という種類の糖質で、単糖類に比べたら血糖値の上昇は比較的緩やかであるとされています。このようなことから昨今は難消化性で血糖値を上げないレジスタントスターチという特殊なでんぷんが話題になっておりますが、普通のでんぷんはレジスタントスターチではないため血糖の上昇は緩やかであるとはいえ、摂取によってカロリーは高めになりますし、少なくとも健康上のメリットは一つもありません。実際、アメリカハーバード大学公衆衛生大学の研究では、でんぷん質の野菜の摂取量が多いと体重が増えるということが分かっております。この研究では男女13万人以上を対象として摂取する野菜の種類と体重の増減の相関について調査が行われております。その結果、でんぷんの少ない非でんぷん質の野菜をよく食べる人は体重が減少し、逆にジャガイモなどのでんぷん質の野菜をよく食べる人は体重が増加するという非常にシンプルな結論が導き出されました。このことからでんぷんはカロリーや血糖負荷によって体重を増加させ、私たちを肥満にしてしまうリスクがあることが推測されるわけです。また、でんぷんが添加物として使われる加工食品にはお菓子や加工肉などそもそもが健康にとってデメリットのある食材が多いため、いずれにせよでんぷんが添加物として使われている加工食品の積極的な摂取など到底お勧めできるものではないんです。そのため純粋なでんぷんであるか加工でんぷんであるかにかかわらず、食品表示にでんぷんという文字のある加工食品はできる限り皆様には避けていただきたいというのが私の願いであります。それでは次4つ目にご紹介したい日本人だけがなぜか食べ続ける猛毒添加物は有機塩素化合物によって体がボロボロになるタンパク加水分解物であります。さて肉や大豆などのタンパク質を分解して作られる旨味成分タンパク加水分解物は非常にリスキーでできる限り口にしたくない合成添加物の一つであります。タンパク加水分解物に様々な化学調味料を混ぜることで、例えば豚骨風味とか魚介風味といった様々な人工的な風味が生み出されるというのが加工食品の仕掛けとなっています。タンパク加水分解物の合成法は主に2つございます。1つは酵素を使ってタンパク質を分解する方法で、こちらはより自然な方法になっています。まあ一応ね、酵素使ってちゃんと分解しとるわということですよね。問題となるのはもう一つの合成法、塩酸処理法であります。塩酸処理法は材料となるタンパク質を塩酸を使って分解する方法で、早くて簡単に分解できることから、現在ではこちらの方法が主流になっていると言われています。塩酸というのは皆さん高校とか中学校の科学で出てきたように言うまでもなく、塩酸は劇薬の一つです。実はこの劇薬を使用することで塩素化合物という副産物ができてしまう恐れがあり、これには発がん性があることが疑われています。国立環境研究所の報告によると、塩素化合物のうち有機塩素化合物というグループには発がん性が認められているものもあり、たとえそうでなくとも人体に蓄積しやすく、微量の暴露であっても長期にわたることで健康への悪影響があるといいます。さらに、食品添加物評論家の阿部司先生の著書、食品の裏側、みんな大好きな食品添加物という本によると、タンパク加水分解物は私たちの味覚を崩壊させる危険性があると述べられております。タンパク加水分解物は非常に濃厚で強い味として知られていますが、加工食品を食べ続けてタンパク加水分解物の濃い味に慣れてしまうことで、それが美味しいと脳が錯覚するようになってしまうんです。このように強い濃厚さを持つタンパク加水分解物の味に慣れてしまうことで、私たちは食材が持つ天然の旨味を感じることができなくなってしまいます。そうなると体にとって美味しいはずの天然食材を美味しいと感じることができなくなって、ついついジャンキーな加工食品などに手を出してしまうようになるんです。つまり言うなれば、タンパク加水分解物によって私たちの味覚が破壊され、脳が加工食品依存症になってしまうと言えるんです。このような危険極まりない依存症に陥ってしまわないためにも、ぜひ日頃から加工食品は避けて、できる限り天然の食材を摂取するようにしていただきたいと思います。ちなみにもちろん私もできる限り普段天然の食材を摂取することを心がけております。このような生活を送る中で実感することですが、天然の食材を食べていると加工食品とかが本当にまずく感じます。味覚が正常化され、天然の食材の方が全然美味しいじゃんかとなりますので、自然と加工食品とかジャンクフードを食べようという欲求がなくなります。こればっかりはぜひとも皆さん自分の体で体感していただきたいので、ぜひとも皆さんある一定期間加工食品やジャンクフードをやめてほしいです。大丈夫です。必ず今狂っているあなたの味覚は正常に戻ります。自然と天然の食材を欲するような体に変わっていけるはずです。それでは次、5つ目の日本人だけがなぜか食べ続ける猛毒添加物、味覚がぶっ壊れて栄養失調になる化学調味料について解説していきたいと思います。さて、タンパク加水分解物とともに使われることで濃厚な味を醸し出す化学調味料は、具体的にはグルタミン酸ナトリウムのことを指しています。グルタミン酸ナトリウムはかつて発がん性があるというデマが流され、日本中で忌み嫌われたことがありましたが、現在ではその危険性は否定されております。ワースト添加物、これだけは避けたい人気食品の見分け方という本の著者、中戸川貢先生も、それほど毒性は強くないと思うと本書の中で述べています。ですが、グルタミン酸ナトリウムの問題は、それ自体ではなく、それを摂取することに付随する弊害の方にあると言われています。私たちの舌は本来、栄養があるものを美味しく感じ、栄養のないものをまずく感じるようにできているものです。ですが、グルタミン酸ナトリウムを使った加工食品は、栄養がスカスカにもかかわらず、美味しく感じてしまうという危険なトリックが潜んでいます。例えば、昆布でしっかりと出汁を取ると、グルタミン酸以外の天然のアミノ酸やビタミン、ミネラルなどが豊富に溶け出してきます。ですが、化学調味料を使った出汁では、グルタミン酸以外の栄養素を摂ることができません。にもかかわらず、グルタミン酸ナトリウムによる出汁は非常に美味しく、なおかつ昆布よりもはるかに安上がりなんです。私たちの味覚は、亜鉛や鉄分が不足することで鈍ってきますから、グルタミン酸ナトリウムの出汁ばかりを摂取して、栄養不足になることで、さらに舌がバカになり、いよいよ味覚がおかしくなっていきます。こうして化学調味料によるバカ舌の負の連鎖に陥ってしまうんです。さらに先ほどのワースト添加物、これだけは避けたい人気食品の見分け方という本によると、化学調味料の摂取は塩分の過剰摂取につながりやすいと言います。化学調味料はいわゆる塩角、つまり塩を舐めた時の独特の苦っぽい辛さを和らげてしまうということが分かっています。そのため、大量の塩が使われていても、そこまで塩味を感じず、塩をついつい摂りすぎてしまうということです。塩は私たちの血圧維持にとって非常に大切なミネラルですから、無理な減塩は推奨されませんが、過剰に摂るのも大問題になります。化学調味料たっぷりの加工食品を食べることで、塩分とグルタミン酸だけが過剰になる一方、それ以外の栄養素が不足して栄養失調になりかねないという恐ろしいリスクがあるんです。また、化学調味料が使われる加工食品は、カップラーメンやスナック菓子などのそもそも体に悪いものばかりですから、できる限り摂取を控えていただきたいと思います。それでは、この辺で一元の内容をまとめておきましょう。この一元では、日本人だけがなぜか食べ続ける猛毒添加物について5つほどご説明いたしました。ポイント1、酸化防止剤として添加されるビタミン C や着色料として使われるベータカロテンのほとんどが合成添加物であり、がん形成やアレルギー、不妊症のリスクがある。ポイント2、トランス脂肪酸の規制により、加工食品や外食産業での使用量が増え続けているパーム油には、がんや心筋梗塞のリスクがある。ポイント3、加工でんぷんには発がん性が指摘されているものが複数あり、たとえ天然のでんぷんであっても、高確率で体重が増え、激太りすることが分かっている。ポイント4、タンパク加水分解物は有機塩素化合物により体がボロボロになるリスクがある。ポイント5、化学調味料は私たちの正常な味覚を破壊する。それでは次2限で、一口食べるだけで体がぶっ壊れる添加物汚染食品トップ2について解説していきたいと思います。さて続く2限では、高確率で添加物に汚染されている食べてはいけない加工食品について2つほどご紹介していきたいと思います。まず1つ目にご紹介したいのは、スーパーの刺身の盛り合わせであります。さて、刺身といえば、不飽和脂肪酸やタンパク質がいっぱいで非常に健康的な食べ物というイメージがあるでしょう。ですが、それはあくまでも天然で新鮮な魚介類に限った話です。魚は農薬や添加物などとは無関係であるように思われますが、フードプロデューサーの南清隆先生が書かれた安い食べ物には何かがある、生鮮食品、加工品、輸入品、原材料、添加物、ここだけはチェックという本によると、決してそれらは無関係ではないと言います。実はここには食品業界の巧妙なからくりが潜んでいます。刺身は普通、スーパーで買うと思いますが、スーパーに並んでいるもののほとんどがパックで売られていますよね。実は単体の魚だけが使われている、いわゆる柵の状態の刺身は法律上生鮮品の扱いで、食品添加物は使ってはいけないという決まりがあります。ですが、複数の魚が一つのパックに盛られた盛り合わせになると、なんと法律上は生鮮品ではなく加工品の扱いとなり、食品添加物の使用が可能となります。そのため、このような加工品である刺身の盛り合わせには合成アミノ酸や防腐剤といった食品添加物が使われているケースが多々あるとされています。そもそも盛り合わせとして売られる刺身は、柵で売られるものよりも鮮度が低くなるのが一般的です。スーパーは魚を入荷すると、まずエラや綿を取り除いただけの状態で販売します。その方が加工の手間がないため、原価率を低く抑えることができるためです。このような状態で売れなかった魚は、翌日、柵にしてパック詰めにし、刺身として売り出します。そして、それでも売れなかったものを、添加物を使って無理やり鮮度を維持して、盛り合わせとして売るのがスーパーのセオリーなんです。もちろん、常に鮮度の高い刺身の盛り合わせを売っているこだわりのスーパーもあると思いますが、物価上昇が著しい昨今、当然私たち消費者が買う商品だけでなく、売り手側の仕入れでも上がり続けております。そのため、できる限りうまく儲けたいと思うのは、商売をする側として当然の心理と言えるでしょう。あるいは、そうしなきゃやっていけないという厳しい状況だってあるでしょう。さらに、このようなお刺身についているツマやシソといった野菜は、決して食べてはいけないとされています。なぜなら、これらの野菜はそもそも飾りで、食べることを前提とされておらず、大量の農薬にまみれている恐れがあるからです。でも、せっかくの野菜がもったいないと思う人いるかもしれませんが、刺身のつまにはほとんど栄養はありません。なぜなら、切れ目がなくつながっていることからもわかる通り、刺身のつまは機械で作られていて、薬品で自動洗浄されていることで、栄養価はほぼゼロに等しくなっているからです。ですので、スーパーで刺身を買うときは、盛り合わせではなく、単体の柵の状態で購入し、つまやしそは食べないようにしてほしいと思います。それでは次2つ目。一口食べるだけで体がぶっ壊れる添加物汚染食品、レトルトカレーのルーについて解説していきたいと思います。さて、レトルトカレーのルーというのは、ありとあらゆる合成添加物の宝庫であると言っても過言ではございません。一元でご紹介した数々の危険な添加物に加え、カレーのルーで特に注意が必要なのが人工甘味料であります。意外なことに、多くのレトルトカレーで人工甘味料が使われています。人工甘味料は腸内環境を荒らすのみならず、眼科のリスクも指摘されているため、砂糖と並んで絶対に食べたくない甘味料の一つです。とはいえ、天然の材料で作ったスパイシーなカレーは非常に体にいいですし、カレーにはクルクミンと呼ばれる認知症のリスクを下げてくれる素晴らしい物質も含まれています。ですので、カレーを食べるときはぜひともオーガニックな添加物フリーのものを召し上がってほしいと思います。それでは2限の内容をまとめておきましょう。2限まとめ。ポイント1、スーパーで売られている刺身の盛り合わせは法律上、加工品に分類され、防腐剤のような危険な食品添加物の使用が認められている。ポイント2、刺身のパックについてくるツマやシソの葉は高確率で大量の農薬に汚染されている恐れがある上、機械洗浄が行われていることからほとんど栄養に乏しく食べるメリットはない。ポイント3、レトルトカレーには様々な合成添加物に加えて人工甘味料が用いられているケースが多く、眼科や腸内環境悪化のリスクがある。本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。